草刈り機の紐を交換したいと思います。今こんなような外してしまって、スプリングもコイルスプリングも中からはみ出てきてこんな状態になってます。これが紐を巻いてあるリールです。で、これが草刈り機なんですが、ここを見てもらうと分かると思うんだけど、ここはこの角がここにロックされるようにこう動くことになってますが、これが、このように入って、これが回転したとき、これも一緒に、紐を引っ張ったときに回転するようになってますが、こことここはメーカーによってみんな作りが違うので、こっちはその機種に合わせて考えて取り付けをしたり取り外したりして、その取り外すとき、よくその時の様子を写真に撮っておけば一番いいんだろうけど、記憶しておいて、バラした場合再現できるように記憶するといいですね。で、これは リコイルっていうのを回したりなんかすると、これがこういうふうに回るわけですけど、この紐が切れちゃって回らないんで、まずこの紐が切れたとして、前提として、今この飛び出てしまったこのコイルスプリングを、これをどういうふうに収めるか今実演してやりますんで、見ておいてください。まずこれこんなに伸びちゃってるんでね、これをこの中に収めなきゃいけないので、まずこれを縮めていくしかないですね。その前にやっとかなきゃいけないことも、テープ、このような粘着テープ、これを用意してもらって、だいたい長さ的には5、6センチの長さで、こんな長さで4枚ぐらい作っときます。それはこの粘着テープを利用して、スプリングを縮めていって、その縮めたものを押さえておくためにこのテープを使います。非常にバネなんで反発力があるんで、手で押さえきれないので、まずこの中入れる大きさにこれを縮めていきます。こういうふうにして少しずつ、今のうちはまだ軽いんですが、これがここでダメになっちゃう。このようにして、これをどん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 このように縮めていくんですけど、この中に収まるようにね縮めていくんですけども、
もうきつくなってきてるからね。もうこのぐらいになると相当な反発力、相当な反発力です。まずこの中も丸く十分収まるから、この辺で一回テープを巻いて、ここで少し反発力を抑えて、もう一箇所、もう相当力使ってんだよね、相当力使って、相当力使ってんだよね。もうこれでも伸びよう伸びようとしてるから、これで2箇所押さえて、ここでまた3箇所押さえて、あまり突きじゃないな、こう痛いて、この角が当たって、この角が当たって痛くて、最後これでうまく、これで外側のこれを押さえて止めます。このサイズに収まりました。これを今度はこの中に、引っかかるとこがあるんで、これあんまりゆっくりやってらんないんだけど、ゆっくりやってるとどん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 伸びてきちゃうから、こう曲がりありますね、外側にね。ここと、これやりづらいな、ここ分かりますかね、ここに引っかかるところがあります。これを今押し込みながら引っ掛けてみます。もう広がってますからね、どん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 広がってますからね。もう広がってる。ラジオペンチじゃないとこれは黒いから、わからない、これが出てきちゃうから、テープで押さえてやったらどうかな。